はい、皆さんこんにちは。仕事が遊びで遊びが仕事、桃好きです。僕動画のネタとかを探すためにね、総務省のホームページ、特に東海総合通信局のページを見ることが多いんですけど、今なんか面白い話ないかなと思って見てたんですが、一つはね、医療機関における電波の安全利用に関するワークショップっていうのがあるらしいんで、これちょっと出たいなと思って、スケジュールが合えばですけどね。一応うち訪問看護ステーションやってるんで、医療機関っていうとこれ病院とかね、そういうの想定してると思うんですが、はい、南海トラフ大震災がね発生した時のその病院の通信手段の確保についてっていうことみたいなんでね、うちも実際訪問看護ステーションもそのなるはやで訪問看護を復旧しなきゃいけないっていうのがあって、こう BCP 対策でこう通信手段どうしますかとかね、そういうのを一応策定してこう県に提出してるんだけどね、なんかそれっぽい、ちょっと病院系の話だと思うんで訪韓でどうかと思いますけど、ちょっとこれ参加したいなとかって思って見てたんですが、今日の本題はそこではなくて、ファーって見てたら本題っていうか、これくだらない話で申し訳ないんですが、なんと東海総合通信局さんの人気付き職員の募集についてっていうのがあったんで、お、東海総合通信局の職員になれるなということで、勝手に東海総通のリクルートを、はい、お手伝いしたいと思います。はい、ということで、PDF 貼ってあって、任期付き職員の募集について、総務省東海総合通信局では育児休業中の職員の代替として職員の業務を行う任期付き職員を募集します。募集要項は以下の通りです、ということで、職務内容1、申請等書類審査およびこれに関するデータ入力電話対応、2、各種資料の作成業務、3、その他事務全般ということで、多分どっちかっていうと事務方の職員さんなんでしょうね、を募集してるということで、例えば1の申請等書類審査およびこれに関するデータ入力とかってなってくると、僕らの送ってるアマチュア無線の申請書類とか、デジタル簡易無線の申請書類とかね、こういうのは何かしらその手書きで来たものがデータとしてね、向こうで入力されてると思うので、電子申請の場合は別でしょうけど、ね、それ多分結構ね、な仕事量だと思うんですよね。そういうののデータ入力とかね。あと、電話対応。電話対応は、電話応対か。電話応対は、例えばね、デジカンの申請したのに全然来ないんだけどみたいなクレーム来て、それの対応させられるっていうよりは取り次ぎなんじゃないでしょうかね。担当の方に取り次ぐみたいな。でもクレームとかも来るでしょうからね。東海総通にクレーム言うなよって感じですけど、実際クレーム入れる方もいらっしゃると思うんで、はい、そういう対応もあるんじゃないでしょうか。桃助からクレーム電話来るかもしれませんのでね、このお仕事される方は僕から電話が来るかもしれません。はい、何かね、クレームじゃないけど、問い合わせさせていただくこともね、ありますんでね。はい、各種資料の作成ということで、こういうなんかサイトに上げる PDF 作ったりとか、あと総務省結構いろんなね、資料、PDF っていうか、パワポとかで作ってる感じだけど、パワポとかで作ってる資料とかいっぱい出してるんで、そういうのを担当の職員さんのこうね、補助みたいな感じで、はい、パワポ資料化とか PDF 化とかね、そんなこともするのかもしれませんね。はい、どうですか。これ期間限定の職員なんで、令和6年4月1日から11月5日までということで、約半年ですね。はい、それであれなのかな、その産休、育休の方が戻ってきたら終わりなのかなっていう感じですけど、多分ね、その条件とかはね、悪くないお仕事だと思うんですよね。
朝8時半から5時15分までのうち60分は休憩ということで、多分結構ちゃんと定時に帰れるんじゃないでしょうかね。で、土日祝日お休みと。でお給料は、国家公務員の給与規定、一般職の職員の給与に関する法律により決定って書いてあるんで、これ多分号給表みたいなのがあって、まあ、年齢とかも加味されるんでしょうかね。ちょっと僕詳しく分かんないんですけど、まあ、でもね、一応国家公務員ですからね、悪くないんじゃないでしょうか。扶養手当、住居手当、月額2万8000円まで、通勤手当最高5万5000円までっていうのも出るみたいですし、はい、当然社保完備ですし、いいんじゃないでしょうか。はい、ぜひね、日本国籍を有していて、公務員になれないっていうようなネガティブ要項にはまらなければ応募できると思いますんでね、いかがでしょうか。ももチャンネルリスナーの方でぜひ応募していただいて、総務省にで働いてねいただくといいんじゃないかなと思って、面白い求人が出てるなと。ももチャンネルで求人の話するの初めてじゃないですか。はい、紹介させていただきました。あ、これあれですよ、履歴書とか経歴書の他に志望動機について記した小論文400字ってありますんで、ここにですね、ぜひももチャンネルを見てこれを知ったと。で、総務省の仕事にね、東海総合通信局のお仕事にももチャンネルを見てこう魅力を感じたと書いていただいて、まあ、その時点で即落とされるかもしれませんが、はい、小論文が提出書類にありますんで、はい、1月25日必着となってますから、もう時間ないんじゃないですか。はい、急いで用意していただいて書類審査に臨んでいただければと思います。はい、僕も応募しようかな。ダメなの、副業あれだよね、副業ダメですよね、多分公務員さんなんでね。 YouTube 即やめなさいみたいな感じになっちゃうし、もう YouTuber ですとかって言った時点で、まあ、絶対ダメだと思いますけど、はい、という話でした。はい、総務省東海総合通信局で、期間限定の任用の職員、なんていうの、なんていうの、これが期間なんていうの、なんだ、任期付き職員さん、はい、募集しているということですので、勝手に紹介させていただきました。はい、楽しく働いて遊びも楽しくやりましょう。以上、ももすけでした。バイバイ。